はい、どうも、ライハイです。お願いします。はい、本日は、ロンティーイベントをやってきました。Z のね、ロンティーを、皆さんで打ってきたんですけども、これはちょっと後日公開させていただきます。皆さんの、ナイスバッティング、後日公開いたしますので、ぜひぜひそちらの方も楽しみにお待ちください。その後ですね、まあ今日たくさんの方が、参加していただいたということで、グローブ紹介の方を、まあ恒例のですね、させていただこうと思います。今日で言うとチェーンボンドさんとかね、皆さん来てたので、ちょっとぜひぜひ皆さんの大量のグローブ紹介していきます。それではやっていきまーす。はい、お久しぶりです。声でっかくね。じゃあちょっとお名前をカメラに。リュウヤです。はい、リュウヤ君お久しぶりです。久しぶりです。はい、ね、あの、藤見の連盟とかでも、いろいろやってたので。で、動画的にもね、以前、こちらのグローブを。はい、出していただいて、まあ今日もこちらのグローブ持ってきてくれたということで、あの後からちょっと使用感変わったりとかしました。ちょっとだけポケットを広くして、ウェブ一切曲げない感じの、はい、ちっちゃいように。で、前田投手モデル、はい、モデルっていうか型で、ロイヤルブルーに、はみ出しとか、その他がレッド、はい、すごい映えるグローブですね。はい、ということで、まあ、来年も多分富士見野の、連盟とかで当たると思うので、スタッフ TV さんにはね、ぜひぜひ勝てるように、はい、連盟でしょ。まあぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、お名前をカメラに向かってお願いします。近藤です。はい、よろしくお願いします。お願いします。近藤さんもね、あの、富士見野で同じリーグで、はい、てか、なんなら一番練習試合してるチームですよね。そうですね、フレッジさんが。なので、今後とも引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今グローブ紹介やらせてもらってるんですけども、はい、ちょっと使用してるグローブ前に出していただいて、はい、はい、これはプロエッジの、ね、SSK プロエッジのファーストミット。ファーストミット。おお、公式ですか。公式用で高校2年生から使ってます。はいはい、え、にしては持ちめっちゃ良くないですか。いいですね。まあ、試合だけとか、いや、そんな練習も、はい、プロエッジ。そうだ、体験性かなり良くなりましたからね。いいですね。チームでもファースト。そう、ファーストでしたね。はい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 。なんかこう2本指にしてて。あ、小指2本。はい、呼吸面でしこ、あ、すごくしっかり取れるように意識して。しっかりと。お、まあ補給面という、はい、まあ、ポケットの部分でしっかりとガッチリと掴むといったような。そうです。なるほどですね。じゃあ来年以降もね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、塚さんに来ていただきました。お久しぶりです。裏切り者。その説はその説はどうも。ということで、今日ね、ちょっと使ってる今グローブ紹介させていただいてるんですけども、まあ来た時にね、これなんだこれはと、やってるなと。やってるなと。やってんなおかしい思ったんで、ちょっと、はい、前に出していただいて。これはデッドストックですね。うわ、え、オーダー初めて見たかも。使って、オーダーを使った人初めて見た。マジで。うん、結構いると思う。こっちだと埼玉だとあんまりないメーカー、見ないメーカー。あの、都内が多いっすよね。そうですね、確かに。あの、千葉でいうと前原さんとか取り扱い確かあったはずなんですけど。ああ、まあ一応モンタナさんもあるっちゃあるのかなって言っても、まあグランドでオーダーしてるのを、はい、見たのは初めて。なるほど。モダグローブ持ってる人を見たのは。これなんか特徴とかあれば。これはですね、源田選手、うん、みたいなやつみたいなやつ。軽いな。源田選手ちょっとモデルチェンジしましたからね。そうですね。あの、従来のと何が違うかって言ったら、指股がなくなりました。まず、もうすごい、もうちゃんときた。で、はい、背面に紐同士が、はいはいはい、なってます。で、逆巻きは逆巻きのままなのか分かんない。そう、逆巻きは確か前から逆巻きで、で、ちょっとひねり系の取り方してるんですかね。そう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 。某クリニックに入った時に取り方を変えたんですよ。はいはいはい。使い方っていうか、グローブの、グローブの今までは、なんていうんですか、この中心で、はいはいはい、親指も効かして、小指も効かしてみたいな、うんうん、取り方してたけど、それをもう完全に小指効かして、親指なるべくここは折らないようにひねるみたいな。山本さんの片付けみたいな感じかかな、分かんないけど、そう、そういう取り方に変えたら、逆進もそうだし、タッチもめちゃめちゃ使いやすい。はいはい。ちなみにこれは5本指ですか。これ5本指じゃないです。何ですか。小指。そうです、小指です。なるほど。なんか塚さん、前そう、俺のトレジャーいいとか言ってさ、はい、試合使ってたりとかもしてたのにさ、はいはいはい、いつもなんか5本指からね。まあトレジャー良かったっすけどねちょっと今はそう、染まってます、小指に。これはジュテルですか。ジュテルです のはず。ちょっとあんまりよくわかんない。カラーリング的にも多分そうだろうなと、といったところで、はい、絶対これどこで買った。これはあの店とかじゃなくて、代表の人と直接もやり取りをして、これでお願いしますって言って。お、今お店でもできるってことですよ、多分。塚さんでできてるのは。いや、わかんない。どうなの。
市販は売ってるんでね。売ってますよね。はい、ちょいちょい。ジェットストック気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、本日はありがとうございました。しはい、ということで、お名前をカメラの方お願いします。はい、楠木拓磨です。福岡県のパイレーツ出身です。パイレーツ、福岡県のパイレーツの、はい、くすぬきさん、はい、情報がいろいろと入ってた。はい、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。じゃあちょっと今日今グローブ紹介なんですけど、はい、まあ、2頭持ってきてくれてて、じゃあ、はい、こっちからいきますか。こっちが、はい、はい、こちらローリングスの、これはなんだ、一応 HOH かな、はい、ですよね。はい、これ友達にちょっと誕生日プレゼントでもらったりする。おー、これはオリンピックカラーのやつかな。で、だ去年か一昨年ぐらいなんですよね。出たやつ、そうです、そうです。そう、ちょうどなんかオリンピックのどうだこうだとか言ってた時、はい、ちょうど五輪カラーなんですよね。へ、はい、これなんか特徴、こだわりか、こだわりとかってありますか。こだわりは、サーブやってるんで、はいはいはい、こう結構深く握る人とかいると思うんですけど、はいはい、僕、あんまりガッて握りたくないタイプなので。そうですね、ここにすごい汚れが、はい、土手にポケットの平の部分に汚れがあるので、まあ、どちらかというと手のひら呼吸に近いのかな。そうですね、はい、でも別にタッチしやすいように、あのポケットが浅いわけではないですよね。だから2つのポケットを使いこなすような、型のグローブとなってます。これね、まずね、本当にカラーリングが本当にかっこいい。福岡の友達もこうメジャーリーガースタイル今流行ってるんで、うんうん、ちょっといろんなとこからツヤっぽいっていこうかなと。なるほど、なるほど、わかりました。じゃあお次のグローブいきますか。はい、はい、ワールドペガサス、これは特殊モデル。そうですよね、アッパレの。アッパレの、はい、これは、あれ薬指リングないんだっけ、あれ。そうです、はい、もうあると思ってたらないんだね。これは普通の、じゃあこれ5本指です。5本指で、どちらかというと丸みを帯びたグローブ。そうですね、デッデッデの感じですね、はい、これ本当買ったばっかですね。買ったばっかです。しかもあの、イルマのあモンタナさんで、まだあ置いてあったやつ買ったんですか。そうです、そうです。なるほどね、はい、翔平さんに紹介していただいて、はいはいはい、いいっすよね、あそこは。なるほどです。これどういう風に育っていきたいとかってありますか。まあでもこれと似たような感じで、うん、まあ、作りたいな。もうこれでずっとやってるんで、はいはいはい、この方で作っていけたらなとは思ってるんですけど、はい、こっちに来てこういろんな人と出会ったんで、うん、そういう人の意見もちょっと取り入れながら、なるほどなるほど、埼玉仕様にしようかなと。どういうことや。わかりました。じゃあね、これもどんどん育てていってください。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあすいません、お名前をお願いします。鈴木です。健坊です。はい、ケンさん、よろしくお願いいたします。そうですね、いろいろと編集でケンさんのことは前から知ってたんで。あ、ありがとうございます。歯医者は。まあ僕は飛距離よりやっぱね、ホームランって100飛ばし合いに、そういうタイプのバッターです。なるほどです。ありがとうございます。じゃあちょっと今グローブ紹介の方なので、はい、使用してるグローブをちょっと前にどんどん出していただいて。はい、はい、これはローリングスの、これ実はソフトボール用のオールラウンド用。なるほど、ちょっと大きくて広い、結構大きめですね。なるほど。小ユニで、もう完全つかみ取り、まあ、メインでやってるポジションがサードなので、はい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 、はい、今すごいこのグローブがもうエースグローブというかハマってる感じです。ちょっとお話ししますか。はい、ありがとうございます。ってことはどっかに、ああやっぱ入ってるわ、ソフトボールのマークが。 JA マークですか。 J 何とかマークですよね、このソフトボールの。ああそうです、ここに入ってるんだよ。もうガチモノソフトボールですね。ただちょっと皮分厚いですか。まあ結構厚めですか、ね、そうっすよね、思ってる以上に厚いなって。うん、でこれ薬指リング入ってるんですね。はい、そうです。やっぱソフトボール選手って、まあ、女性の方も使うから手小さい方が多いから、うんうん、そういう意味で薬指リングがあることが結構多いかったのが、まあ記憶があるので、はい、まあ大人でも全然、まあ、そうです。使えますよね。僕も結構手ちっちゃい方なんで、はいはいはい、このリングちょうどいい。おお、ありがとうございます。なんか、まあ、大きさとかがやっぱ一番こだわりとかって感じですけど、ポケットの作り方とかどうですか。いやもう完全に当て取りがあんま得意じゃないんで、結構しっかり掴んで持ち替えてっていうタイプの、はい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 、この方がちょうどいい。まあ、ソフトボール用だからこそ合ってるっていう。そうですね、たまたまがっつりがっつりハマった感じです、はいはい、もうカラーリングもかっこいいし、はい、見た目から入ったんですけど、最初は。いや、使ってみたらめっちゃ良かったんだ、うん、そうです。なるほど、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、怪物さんに来ていただきました。負けたけども。いやいや、バベツさんです。お願いします。じゃあちょっと今グローブ紹介やらせていただいているので、はい、使用してるグローブ前に出していただいて。はい、これがローリングスのファーストミット。これめちゃくちゃ柄入ってるじゃないですか。めちゃくちゃおしゃれ。ダブルトンボ、ダブルクロス、全然わかんないですけど、
ダブルクロスかの、ウェブで、何このあのブレイキングダウンに出てる人が来てそうな柄のあれ結構チームなんか赤黒好きなんで、はい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 、個人的にすごい、もう似合いますね、やっぱその柄と黒っていうか赤黒の、しかも柄も似合うし、でこのねハメの金のローリングスもこれお気に入りのいかついわポイントです。なるほど、ね、グローブの型としてのこだわりとかってありますか？ファーストミット僕、はい、最近使い始めて分かんないですけど、なんか感覚的に外野のなんていうの、つかみ取り、こういうような、こういう感じに似てるから、なんかそういう感じなの、個人的にはスッとグローブ馴染みました。ちょっとでも大きさ的には普通ぐらいかですよね、多分。うん、多分普通、オーソドックスな、そんなに大きすぎず。これ HOH かな、多分。ティラさん、これ HOH。 多分マークが消えてるんですけど、刻印が消えちゃった、ね、HOH しか多分出せないデザインだと思う。あれ今までファーストでしたっけ？最近そのチェインボンズと、まあ、日曜のチームで、はいはいはい、やり始めて、そうですよね、ずっと外野します。ですよね。でこの前ファーストでちょっと話したぐらいですね。あ、そうですね。はい、なるほどです。じゃあちょっとこのグローブ引き続き追っていけたらなと、はい、思います。はい、本日はありがとうございました。はい、ということで、オチョさんに来ていただきました。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、2ヶ月ぶりぐらいで、ということで今グローブ紹介やってるので、はい、ちょっとグローブ前に出してちょっと、はい、これはスラッガー、スラッガーですね。外野手用、外野手用。おお、これダブルトンボで、ちょっと親指のところいいですか？はい、これあれですね、 S の、そうです、これが入ってる。ここなんか指で動きよくするんでしたっけ？なんか機能があった気がする。あ、そうですか。これ友達からもらったやつで、はい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 、で使ってるんですけど、スラッガーの刺繍入ってたとか、はい、でこっちにもアグレッシブと、これはスラッガーアグレッシブって全部入ってますから、ね、全部入ってましたっけ、うん、あ、昔のやつは入ってるかな、今のはちょっとどうか分かんないですけど、はい、これオーダーなのかな、多分オーダーっすね。そうっす、型番が書いてないので、はい、オーダーってことは公式用、公式用で。おお、これめっちゃいいな。ですよね。だからスラッガーって結構ペラペラしてるイメージだったんですけど、結構芯硬くて、そうっすね、しっかりしてるような感じでスラッガーの印象が変わりましたね。で、あの小指も抜かれてて、はい、手が指股があって、広めかと思いきやめっちゃ深い、うん、そうですね。ただ広いけど深いって言った方がいいのか、うんうん、そうですね。いや、これいいわ。なんか何でも取れそうな方で、最初から、うん、これで、あのチート級のレフト守備がさらにチートになると。打つし、守備もすごいしね、やばいからね。でも絶対最近翔平と来てくれないから、ちょっと不適されてるんで僕はまたすぐ行きます。はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。視聴平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Keep it up.